こんにちは。今回はフレンチレストラン平松が運営するリゾートホテル、ザ・平松ホテル&リゾーツ軽井沢に来ているので、紹介をしていきたいと思います。レストラン平松は東京だと広尾の平松行ったことないんですけど、本当に美味しいんですよね。今回は超夕食付き、朝 と、夜夕飯の両方がついているプランなので、食事についても細かく紹介していきたいと思います。で、あと着いてすぐに入ったのはこちらの温泉も最高です。なので、ここは本当に温泉と美食を楽しみたいところには ぴったりだなと思います。平松はホテルだと熱海や三重の賢島などに展開しており、今回は軽井沢の御代田に来ています。まずはロビーラウンジでウェルカムドリンク、夏らしい爽やかなドリンクです。ラウンジではフリードリンクが楽しめます。私たちは早速部屋へ。デラックスツインフォレストビューの部屋だったんですが、かなり広々としていて、ウォークインクローゼットだけでもとっても広かったです。備え付けのタブレットではルームサービスなどを依頼することができます。お楽しみコンテンツなども入ってます。何これ？ドリンクはすべてインクルーシブ、コーヒーやお茶はもちろん、冷蔵庫の中のものもアルコールを除いてすべて自由に飲むことができます。高原の雫というジュースがすごく美味しかったです。そしてお茶菓子もあられとチョコレートがあり、我々は大喜び。ノンアルコールとお菓子がインクルーシブなホテルは、その時点で評価は天よりも高いです。リビングにはウェルカムスイーツとして手作りのフルーツケーキが、これも美味しくて取り合いになりました。リビングもテラスに面していて、ふわふわのソファーがあって、とても気持ちがいいです。テレビはスマート TV。最近ホテルを渡り歩きながら思うのは、自然に触れるためにスクリーンレスな客室をと歌っているところより、基本は隠されていて、見ないようにもできるし、見たければ見れるようにもできているのがベストだなと。結局スクリーンがなかったらスマホを見ちゃったりするんじゃないかなと、個人的には思います。あとデジタルデトックス的なものをしたければテラスへ行くのも一つですよね。リビングの横にはバスルーム、横にはトイレの部屋があります。バスルームのシンクは2つでとっても広いです。メイクアップ用品なんか広げたいので、ここは嬉しいポイントですね。アメニティも嬉しかったのが、ワフィットという培養植物療法をもとにしたフィトテラピーと化学と国産原料が融合したトータルライフケアブランドらしいのですが、ここの製品のテクスチャーが良くてとても気に入りました。半露天風呂のある個室にはタオルやバスローブの他に、お風呂に浮かべられるヒノキのリボンやオリジナルの薬草なんかも置いてあります。半露天風呂はテラスにつながっていて、扉を開けたらさらにオープンでとっても良いです。シャワーブースにはレインドロップ式シャワーで、あとシャンプーなどアメニティにも、ここもワフィトが使われていました。そして肝心の浴槽は背もたれがついていて、緑を眺めて鳥のさえずりを聞きながら半身浴も楽しむことができます。そしてここはドライヤーからテラスに出てるスリッパの一つから妥協しない満足をさせてくれる宿だと思います。せっかくいい宿なのに、ドライヤーがパナソニックのもはや何世代型落ちかわからないようなドライヤーだとがっかりすることもありますからね。テラスも気持ちよくて、滞在中は何度も出ました。お風呂から出たら飛び込みたいのがふかふかのベッドですが、これも二重丸。6万平米の土地にヴィラが9棟、全部で37客室があるらしいのですが、本館に関しては1階2階で多少景観の違いはあっても、この作りであればどの部屋もクオリティは一緒なんだろうなと思いました。この日はおそらくこの時期はやっているんだと思いますが、地元のワイナリーのワインテイスティングがあり、スカイテラスで眺望を楽しみながらちょこっとだけ飲みました。そしてせっかくだから探検しようということで、外の焚き火ラウンジへ。夏なので普通に暑いのですが、焚き火をしながらマシュマロを焼いて食べました。
焚き火マシュマロは春夏秋冬いつやっても楽しいし美味しいですよね。さらにこのラウンジではドリンクとお茶菓子としてカヌレも出してくれるのですが、それもとっても美味しかったです。焚き火ラウンジの横にはウェルネスサロンやライブラリカフェも併設されています。1階がライブラリでサウンドルームで音楽を聴いたり、カフェスペースでドリンクを取って本を読みながら飲めたりします。ちなみに2階がウェルネスサロンで、行った時にはヨガなんかをやっていました。リラクゼーションルームなんかもあるそうです。そして探検した後はおめかしして待ちに待った夕食、夕食は1階のル・グランディスでいただきました。2人ともノンアルコールのスパークリングホワイトティーをオーダー。メニューは信州の食材をたっぷり使ったコースメニューで、一口アミューズブーシュから始まって、魚料理もお肉の料理も質はもちろん量もちょうどよくて大満足でした。最後のデザートの一つが蜂蜜とダマスクローズを使ったデザートで、蜂のモチーフがついていたのですが、可愛らしくてニコニコ印象に強く残るぐらい味も美味しかったです。お茶菓子も一つ残らず食べきりました。部屋に戻ったらまたお風呂、そしてアメニティギフトのゆずハンドクリームの香りに包まれて眠りにつきました。翌朝も盛りだくさんな朝食から始まります。もう基本全部美味しいのですが、特に美味しかったのがアスパラガス、あとリンゴバターと牧場のバターも買っていきたいぐらいでした。ちなみに館内着はこんな感じで、バスローブもあるんですけど、すごい着心地いいです。はい、ということで今日フレンチレストランが、展開する美食と温泉でくつろぐロブスモールラグジュアリーホテル、ザ・平松ホテル&リゾーツのご紹介でした。あ、ホテル&リゾーツ軽井沢のご紹介でした。